自転車を利用した広告宣伝車普通の自転車に牽引車とパネルを仮装した広告宣伝車2013年シンガポールのイーストコーストパークにてリカンベントにパネルを仮装した広告宣伝車イングランドにて2002年撮影乗用車を利用スポーツタイプの乗用自動車に仮装した広告宣伝車2010年代の日本は東京の クリスマスイルミネーションで彩られた原宿表参道にて、広告の内容は、チェリオ社の炭酸飲料、ライフガード、乗用車に仮装したツールドフランス2014のための広告宣伝車、フランス北東部のナンシーにて、トラックを利用小型のアドトラック、米国テキサス州オースティンにて、大型のアドトラック、 LED 方式の電光掲示板が装備されている。香港の路上にて2017年撮影。ウィンナーモビル風の仮装を施された伊藤ハムのアドトラック、グランドウィンナーする号は2014年に日本各地を巡り無料試食キャンペーンを展開した。バスを利用大型バスの広告宣伝車。1984年の西ベルリンにて、 キャンピングカーを利用キャンピングカーを利用した日清食品チキンラーメンの広告宣伝車撮影はひよこちゃんジャパンツアーキャンペーン中の2013年広告宣伝車とは訴求したい事柄の広告や宣伝を主たる目的として運行設置される陸上の乗り物を言うトラックの仮想の側面に広告を提示するなどといった形態が代表的であるが自転車や リアカーのような軽車両でもそれは可能である。多くは人目の多い繁華街などを走行しながら通行人等の目に触れさせることで宣伝活動を行うべく運用される。音声や映像などによる宣伝を伴う場合もある。この方法による広告は車体広告と呼ばれる。英語ではモービレビルボードという語のカテゴリーに含まれる。モービレすなわち 可動性のあるものにかかる語であるから、ここでは広告、宣伝の用途であるとは限らないし、可動性のあるものが乗り物であるとは限らない。口述してもいるが、最高義では人間も、また、可動性のあるものに含まれる。日本語でも、この語彙に該当する用語として、モバイルビルボードとビルボードモバイルが見られる。他にも、移動媒体はここでの語彙に近いと考えられる。なお、 21世紀初期の世界において、モービルビルボードや、モバイルビルボードは、可動性のある、電光掲示板全般の故障として用いられても、いるので留意する必要がある。この意味では、携帯できる、電光掲示板を使った、サンドイッチマンまでもが含まれている。もっとも、表現としては、サンドウィッチマンというより、英語圏で言うストリートバックパック、 バナーズの電光掲示板バージョンと言うべきかもしれない。上りをリュックサックに装着して背負った人が街中を練り歩くわけであるが、上りに変えて縦長の電光掲示板を使う新業態ということになる。日本語では定時面を看板と捉えてストリートバナーリュック看板などと呼ばれている例がある。広告宣伝車と全く同じ形状の車両でも広告や宣伝ではなく、 交通安全の告知など非営利目的で運用する場合、そのような車両を指す日本語の用法としては、モバイルビルボードやビルボードモバイルが確認できる。特にそれがトラックである場合は、モバイルビルボードトラックなどと呼ばれる。そして、ここまで上げてきた用途ではなく、広告や宣伝を目的とする車両に限定した故障であるが、英語ではアドバタイジングビークルといい、日本語では 広告宣伝者という。また、日本語と同じ漢字文化圏の中国語では、流動、広志者、流動、潜伝大社、外転乱者などという。中国語圏では、英利と非英利を区別せずに、これらの用語を使う。例えば、告知宣伝する消防車は、消防流動、潜伝大社といった具合。さらに、広告や宣伝を目的とする車両がトラックである、場合、 英語では、アドバタイジングトラック、略して、アドトラックという語が用いられる。アドトラックの書出とみられるのは、アメリカ人作家ジョン・ダルトンが2004年に表した、小説ヘブン・レークの449ページ。日本語では、広告宣伝トラック、広告トラックなどというほか、英語由来の外来語、アドトラックが、業者間で好んで用いられている。一方、 中国語では該当する子を見つけることができない。広告宣伝車は商品やサービスを掲示、広告しながら繁華街などを繰り返し低速、走行するなどによって歩行者や通行車両などに周知することを目的としている。自動車が登場した時代から使われている古典的な方法であり、広告媒体としても古い部類に入る。1936年には米国企業、 オスカー・マイヤーのウィンラー・モービルが宣伝のために自動車を採用している。日本では1909年に明治屋がキリンビールの宣伝のためにビール瓶の形の仮装を施した自動車を採用している。広告宣伝車は掲示による広告を主たる目的としている点で搬送業務を行っているトラックの荷台に商品や会社名が記されている例や旅客輸送を行うバスが 車体広告を掲載、音声による広告を主目的とする外線車などは異なる。広告宣伝車として使用される車両はトラックが一般的であり、大型トレーラーから軽トラックまで様々であるが、広告宣伝車として改造されたバスが用いられる例もある。広告される商品は芸能、テレビ番組、ウェブサイト、性風俗、パチンコ店など多岐にわたる。日本で 広告宣伝車が運行される場合、道路交通法や道路運送法のほか、自治体が定める屋外広告に関する条例などに則っとる必要がある。トラックのような車両は、車体と車体に積載される装備の組み合わせで構成されている。積載される装備を仮装といい、俗に上物、ボディとも言う。車体と仮装の製造者はそれぞれに違っているのが普通で、 仮想は改造、改装、仮装などを専門に行う業者が手掛けている。外装が市販のままのトラックを使う場合、訴求内容の提示面としては、荷台の左右の側面が最も重要視される。電光掲示板が普及して、廉価になって、以降はこのスペースにはめ込んだり、荷台の面に被せて、取り付けたりすることも多くなった。次に、大きなスペースを確保できるのは、 後部の面で通り過ぎたのに気づいて後追いする人の目や後続者からの目線を考えれば重要なのがわかる。また、運転に支障がなくて人目に触れる場所であればわずかなスペースであっても利用されている場合が多い。車両全体におけるデザイン的バランスを自由に許されるスペースのすべてに手を加えている場合もある。仮想を大きく作り変えることを二次仮想というが、 二次仮想の場合、仮想の形状については、その国の道路交通規則や道路運送規則等以外の制約はない。コンテナ型の荷台の形状に限定されない仮想の形態もあり、例えば荷台に変えて、ただ1枚の掲示板を真ん中に立てただけの仮想や、2枚の掲示板を左右に配して、互いの上辺を合わせて三角形を形作る仮想、車体と密着しない、 リアカー方式で牽引するもの、特殊な形状の仮想など、多種多様な形態を見ることができる。広告宣伝用の提示スペースには、五路以降の日本では、訴求したい内容を掲載したシートが取り付けけられる。2010年代において、シートの素材の多くは、FF シートやターポリンであり、大型インクジェットプリンターを用いて内容が印刷されている。シートは、 テントを張るようなはとめ方式やアメリカ製のクイックジップ方式などによって定時スペースに取り付けられる。また、日没後の注目度を高める目的から定時スペースの裏側に照明装置を装備していることもある。多くの広告宣伝車には覚醒装置が備え付けられ、音楽、ナレーション、キャッチフレーズなどを流す。下の画像で示した正当の遊税用アドトラックや、 レコード会社の移動宣伝用アドトラックには音響設備が欠かせない。中国語で言う、流動、全伝え者はちょうどこれに当たる。他方、三つ目に挙げた画像はディスプレイそのものが訴求物であって音響設備は重要でない。イベント会場に姿を見せたり、市中で目撃されたりして話題に上がることに存在意義がある。中国語で言う、外転乱射はちょうどこれに当たる。 様々な仮想自由民主党の遊説用アドトラック。資格に訴えるポイントを、遊説中であること、透明、党の強みの3つに絞り込んだデザインになっている。レコード会社ユニバーサルミュージックのアドトラック。目的の地域で走行する際は、PR すべき楽曲を逃している。ここでの広告物件は、HKT48 の楽曲、最高回をはるか堂のアドトラック。 うなぎパイトラックは、うなぎパイの巨大な模型をディスプレイしている。LED 方式の電光掲示板の開発と軽量化によって、仮想の形態にも多様性が高まったが、リモコン方式や AI を使った自動運転方式を採用することで、運転席のない車体が開発されると、企業展示会などを皮切りに、市中へ投入されるようになり、仮想の形態は、 さらに簡略化する方向へ発展しつつある。モニターと移動装置からなる移動式掲示板に限りなく近づいていき、今や車輪がついているかいないかの違いだけになっている。車輪がついていて移動能力のある土台に LED 方式のモニターを搭載した形態の移動式掲示板はすでに様々な大きさと形状のものが市中で運用されており、どこからが 広告宣伝者なのかについて定義されてはいない。広告や宣伝目的のために街中で大型自動車を走行させることについては、それが無用な排出ガスの増加や交通渋滞の弱気につながっているとして環境面からの批判があり、日本では2000年代から取り沙汰されている。また、2010年代前期の日本において広告宣伝者が用いる広告の手法では、 次第に色やライトの使い方がエスカレートし、中には風俗店の広告もあるなど、街の景観を悪化させていることが問題になった。この時期、東京特部でも渋谷、新宿、秋葉原などといった繁華街に広告宣伝車が増加し、大型トラックの荷台に蛍光色や原色を散りばめたり眩しい照明を使ったりして、若者の目を引こうとする派手な広告には、 都民から苦情が相次ぐようになった。また、有識者による東京都の広告物審議会でも最近の広告宣伝者は工場良族の面から見ても行き過ぎとの指摘が相次いだ。このため、東京都は2011年3月付で屋外広告物条例施行規則を改正し、電車、バス業界がかねてより取り組んできた広告デザインの自主規制を 広告宣伝者でも始めることとした。これは広告宣伝者が行動での走行許可を得る際にデザイン審査を受ける制度で118社が加入する公益社団法人東京屋外広告協会によるデザイン審査をパスして審査済み証を交付されなければ区市町村からの許可が降りないという内容である。この改正条例は同年10月に施行されたがこれには 罰則がなく、また、東京都外の広告宣伝車には適用されないなど、欠陥が指摘されている。実際、事業者を対象として、改正条例施行前に東京都内で開催された事前説明会では、参加者から都外ナンバーがたくさん走るようになるだけで、真面目にやっている業者の仕事がなくなるとの訴えがあった。ありがとうございます。